カフェ出身の船木むすぶです。イエーイさあそうですね、私はちょっと虫さんと仲良くなりたいなっていうふうに思うんですけど、そんな船木むすぶはですね、今からちょっとカントリーガールズのスタンプ作りに突撃レポートしていきたいなっていうふうに思います。それでは行ってきます。はーい。わー、どうですか今のところ。頑張ってるよ。頑張ってますか。では山のチームから行きまーす。山木おでき船木。イエーイ。ブリブリになっちゃう。というわけで里山のテーマ、はい、里山をテーマにしてるんです、はい、こっちは。そうですね、こちら里山で森とかね。そうそうです。おお、自然がたくさんできてますよ。おすすめポイントはどこですか。これは日本にとって大事な、はい、四季。四季表してるんです。お、どの辺が。春、お、夏、秋、冬。またまた、雪。え、かわいいリンゴ。魔女みたい、なんか魔女に見えてきた。なんか毒リンゴ作ってる、毒リンゴ作ってる魔女に見えてきた。うまっ。塗るの左利きだったっけ。違います、右です。珍しいね、利き手で持って利き手じゃない方で描いてんの。すごい珍しい。じゃあみんなでクジラ選手権やる。いいよ。クジラ選手権開始。はい、作れる。誰が一番うまいか。いい感じ。ちょっと無謀になってきちゃう。真剣中だからね、やっぱり負けたくないから。真剣、真剣、真剣の戦いだから。うまい。え、一番クジラかもしれない。ね、思いのほかクジラって難しい。10秒前。早すぎやつ、カウントダウンが。はい、5秒前。はい、4、3、2、1。イエーイ、終了。マリアね、うん、海の砂を作ったんですよ。ねえねえ、マリア。あら、マリア、はい、その喋り方さ、
マリアちゃん、はい、高校何年生？高校2年生になります。もうすぐで。なるよね、はい、マリアちゃん16歳だったよね。はいマリアちゃん、はい、見たカメラに向かって喋ってみて。はい、牧野マリア今海を作っています。今イクボさんがちょっとプンプンな感じが。マリアちゃん本気だから。別にプンプンなんてしてないよ。ただね、それに注意してるの。怖い怖いよ。それではみんなで頑張ります。バイバーイ。バイバーイ。バイバーイ。さとやまくん、バイバーイ。関西、何でしょうか。関西に、かわいいの、かわいいの、めっちゃかわいい。あー、かわいいね。なんかあれだね、海っぽさがすごい。貝殻とかも綺麗に使って。もうね、これめちゃくちゃ頑張った。そう、私、里山チームなので、うん、ちょっと山っぽくしたいなって思って、うん、木の実とか、こういう、何ですか、葉っぱとか、うん、そういうのいっぱい使うように。そうだよね、結構リオとかミナミって細かいところ凝るもんね。そう、半々です。里山里美どっちも入れるという。そう、こんな感じで。じゃじゃんじゃーんじゃじゃじゃん、こんな感じ。あ、そう、海、山と。そうです。使って使って。あ、いいんじゃない。ほら、カミちゃん。あー、カミちゃんっぽい。目超でかいよ。目めっちゃでかく描いて。目続きまして、石田さん。あ、なんかさ、NHK はーい、うん、心が折れそうです。あれ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 、あ、これがでかいんじゃない。ダメだ、自分しか描けない。あのですね、メンバーの顔を描いてるんですよ。す、はい、描いちゃう、描いちゃおうか。でもなんか何をか、誰を描いても自分にしかならない。やだ、やめて。見て、すごい、え、かわいいね。スタンプってこんな感じなんだ。綺麗。このね、うん、裏にスタンプ、このスタンプをまいちゃんが一生懸命描いてくれた。これ、ほら、あ、かわいい。あ、まいちゃんが描いたの。そうだよ、まいちゃんが描くなんて、うん、かわいいでしょ。頑張ったでしょ。頑張ったね。